なんか最近エニアグラムのコメントをいただくことが多く、はいはい、まあ、YouTube でエニアグラムと打つと多分我々の動画に結構あの行き着く場合が多いと思われるんですけど、はい、まあ、僕は何なんでしょうね、この本当にエニアグラム歴は、はい、もしかしたら 7、8年、はい、多分ずっと迷い続けて、はい、もうクタクタなんですよ、はいはい、ヘトヘトです、歩き疲れて、はい、そろそろなんか、ああここにいたねが、はい、やりたいんですね、はい、でどのエニアグラムの本を見ても、はい、タイプをこれで決められますみたいな、決定版みたいなことが書かれるじゃないですか、はい、でもなんて言うんでしょう、この擦れたエニアグラム構図化としては、はい、もうなんて言うんでしょう、どれ読んでも、ああこの設問はこのタイプのこと言ってるねみたいな、はい、この先入観って邪魔しません？はい、そうするとなんかもう、まあ、どこ行ってもこのタイプじゃないって言われるから、まあ違うんだよなとかってやっちゃうんですよ、はい、でもまあどこかで、うん、自分がいるんだろうなっていうのを求めていて、でただ自分探しです、自分探しですね、はい、はい、でただこのエニアグラムのこの動画をやっていて、はい、まあコメントでですね、はい、例えばそのエニアグラムで最近来たのがですね、はい、この INFJ という16タイプの性格の動画、はい、で私の中でこの INFJ っていうのは、はい、私と一緒、うん、一緒でこの自分探しの民、理想を持つ人たち、はい、で理想を追い求めて合致することを嫌う人たち、はい、だと思ってるんですけど、その INFJ の動画でその人間失格を読み終わった時に、こんなに人間らしい人間がいるのかと憧れにすら似た感情が湧き上がった、はい、INFP8 ウィング7、はい、が通りますっていうのが来たんですよ、はい、で人間失格を読んで、まあはい、こんな人間らしい人間がいるのかっていう憧れと書いてあって、はい、これを読んだ時に、はい、このコメントを読んだ時に僕のフィルターでは、はい、あの人間失格に、はい、まあ、人間らしい人間が出てくるんですよ、はい、もう僕から見ると、はい、うじうじぐずぐずしたね、はい、もう悶々として、はい、俺はダメだ俺はダメだみたいな、はい、こんなに腐っている、はい、みたいな、はい、まあ、僕としては分かりますよ、その、はいはい、僕はダメだっていう感情とか、はいはい、分かるんですけど、そういうどちらかというと、はい、弱い人間が、はいはい、出てくるんですよ、はい、人間失格には、はい、僕から見るとね、はい、あのお笑い芸人の又吉さんは、はい、そこに僕がいたって言いますけど、はいはい、っていうのを読んで、はい、8ウィング7が通りますねって、はい、なんかなんて言うんでしょう、この人は自分自覚が、はい、INFP で8ウィング7だと思ってるんですよ、はいはい、INFP で8ウィング7っています？もう何の話をしてます？なるほど、ごめんなさいね、はい、ちょっと爆発しちゃいましたかね。ちょっとどこに向かってるのかが、ああこのタイプは、この人はどのタイプに見えますかって話をしてるんです、ね、そうで、要はこのコメントをくださった方は、はい、ご自覚が、はい、INFP で8ウィング7だと思っている、はい、でまず僕の疑問としては、はい、INFP で8ウィング7がいるかっていうのがあり、はいはい、またその人間失格を読んだ時に、はい、こんな人間らしい人間がいるのかって、はい、その登場人物に憧れを感じると、はいはい、違うと、8ウィング7は、はい、なんだこいつはって思うはずなんですよ。まあ、そんなこともないんじゃないですか。なんだこいつはって思ってるから、はい、はっと思ったってことじゃないですか。8ウィング7にそれあります？あるとは思いますよ。8ウィング7は強さを誇示してる人ですよ。いや僕弱い自分を隠して、はい、あ、なるほどね。でこの弱い自分をこんなに出せるんだみたいなとこじゃないですか。8だとしたら、ごめんなさいね、僕、はい、これもう全部僕の美女、はい、ビジュアルが悪さをしてるんですけど、はい、8ウィング7はい、がその繊細さってあります？繊細かどうかっていうよりは、はい、あ、だからこう隠してるわけですよね。そうですね、弱さを出しちゃいけないと思ってるはずです。で、はい、強くあらねばならないと思ってるから、はい、
その弱さを出せるところに憧れる部分あるのかもしれないって話ですよ。なるほど、はい、8だとすると、なるほど、はい、であとまあ僕の中では、はい、8って、はい、あの不動産屋の社長でガッハッハ、はい、スパースパーって葉巻を吸って、はい、ガッハッハ、まあ、はいはい、体調きたまえって、はい、この仕事をやりたまえみたいな、はいはい、な印象なんですよ、はい、まあある本ではビッグボスって書かれる、はい、親分子分の親分ですよ、はい、人間失格読むかなとか、まあ読むのは読むんじゃないですか。で憧れだから、そので自覚が INFP って言われるぞINFP って、はい、ってまあ8と INFP が、はい、FJ じゃなかったです、 P でしたっけ。あ、 INFJ の動画を見て、あで P の人が、 P の人がはいはい、で8、まあ、そこはちょっと一致しない部分もありそうだなとは思いますけど、まあ8はそうやってまあ自分のない部分に憧れるみたいなところで弱さに憧れるみたいなのはあるのかもしれない。そうで、はい、このまあなんか妙にエニアグラムをかじったので、はい、そういうなんて言うんでしょう、自分探しをしてしまうし、はい、まあ、自分探しっていうか幸せ探しですよね、はい、自分探しという名のINFP エニアグラム4では、まあ、僕はそれはちょっとそう思ったりします、はい、知人が4ウィング5だと INFP だと、そう、 なんかそう言われるとなんか4ですって言われると、はい、確かにねって、4も強いじゃないですか、己があって、はいはい、で4で人間失格が憧れって書かれると、はい、そうだよねって合致するんですよ、はいはい、INFP、まあ、INFJ、はい、人間失格に憧れ、はい、タイプ8ですって言われると、はい、いやってそのいやいやいやって、はい、反応ですかね、これは、はい、葉巻吸ってるビッグダディみたいなビジュアルを僕も想像します、はい、MBTI と、エニアグラムはどんな組み合わせでもありそうだと。あ、そうなんだ、そう思います。そうですか、 MBTI が気質とすると、エニアグラムは社会との折り合いのつけ方に見えますと。エニアグラムは気質って言ってますけどね。エニアグラムも気質って言ってますね、はいはいはい、っていう、やっぱりなんかエニアグラム謎だよなと思って、はい、すみません、前置きが長くてすみません、はい、こんな本を買いました、はい、スタンフォード式エニアグラム診断と解説、はい、という亀田ブックサービスっていうところの、はい、本を買ってですね、はい、ちょっと自分が迷っている3と6を読んでみたんですよ、はい、